いや、起きましたよ、吉谷さん。深夜1時24分。起きて、ちょっとメールのチェックをして。で、今ね、このスマホの SIM カードフリーをやってみたんですけども、一息ついたんで、こうやってね、吉谷さんの動画見ました。つまり、起きてから1時間ぐらい経ってるんですね。日付が変わると同時に目が覚める。新しい隠居の生き方でございます。いやー、選択肢を増やす。やっぱね、自分の時間が、増殖するっていうのがどういう表現なのかね、難しいんですけども、インターネット上に自分の活動を埋め込んでいく。つまりログを残しておくと、そのログっていうのは、そのパラレルワールドなんですよね。自分がこうやって現実世界で生きて動いているのと他に、ネット上の自分も誰か自分ですらわからない人と出会ってアプローチして語りかけて新しいエピソードを紡ぎ出してるんでしょうね。で、ある日もう半年前から動画見てましたみたいな方がね、メッセージくださってみたいなことが繰り返されるということですよね。となると、私がやっていなくてもやっているってことになります。誰かに語りかけて自分の存在や自分がどういう人間だったのかということを知らしめて、さらには集客や販売までやってくれるというね。つまり自動的に売り上げが上がるっていう形ができるわけですよ。でもこれネットを使わなかったら今のところ無理ですよね。まあ一部、なんかね、道路に看板をボーンと設置しとけば、その看板を見た人がお問い合わせくれるかもしれませんけどね。基本的にはネットを使わないとなかなか難しいところがあるかなと思います。で、以前はそのネットを使うっていうものが、紙媒体とかが主だったですよね。例えば1年前の雑誌を見て、その雑誌の隅っこに広告がついてるのを見て、まだこの広告有効かなと思って連絡してみたら、あ、1年前の商品ですか、ありますよって言われて、1年越しで売れたりとかね、そういうのもあったわけなんですよ。そうなると自分のログを紙媒体に残すってことはなかなか私たちには難しいんですけども、インターネット上に残すってことは今いとも簡単にできますんでね、まあ、そういうふうにして集客ができるということを考えれば、アウトプットを増やせば増やすほどその集客に達する可能性は高いってことですよね。だから時間が生まれるってことになると思いますし、下手したらね、吉谷さん、私たちが死んだ後もこの動画って誰かによって再生されるわけですから、もしかしたらね、アプローチがあって、あ、もうお亡くなりになったんですか。残念。あ、惜しかったな、みたいなことになってるかもしれないですね。そう考えていくと、その、クラシックカーっていうのあるじゃないですか。クラシックカーってのは100年ぐらい前の車ですけども、あれも当然、当時乗ってた方とか、お亡くなりになってますよね。作った方とかも。エンジニアとかもお亡くなりになってますよね。でも、車だけは、時を超えて、新しいオーナーを探し続けるみたいなね。一体どっちが主でどっちが従か、なかなかね、角度を変えてみると面白いですよね。あとね、なんかその司会文書みたいなのありますけどもね、昔々の書物、あれも結局それを書いた人はもういないんですけども、書いた内容は時を超えて多くの方に伝わっているということで、だから人間の命ってのは100年前後で終わりますけども、その人間の精神っていうのはもしかしたら未来永劫残っていく、残す方があるのかもしれません。いやー、映画って本当に面白いですね。それではまた次のマトリックスアフィルトでお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。